どうもこんにちは、こんばんは、青いゲームです。ということで今回もですね、ドラゴンクエスト6実況プレイ続きやっていきたいなと思います。ということでついにですね、レベル上げもちょっとやったりしてたので、ダークドレアムさんリベンジということで、よろしくお願いしますね。もう最近はですね、時間があるときはもうこれだけやってました。もうちょこ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 ちょっとレベル上げしながらやっとですね、来ることができたんですが、で現在はレベルが50ほどになっておりますんでですね、まあ、ここに来るまでに敵結構強いんですよ、ここ。なので、まあ、ハッスルダンス全員覚えました。まず。覚えまして、まあ、MP 節約のためにね。んで、ですね、まあ、みんなに範囲攻撃を、ちょっとこう、強いやつが欲しかったんで、デスゴッドで、ドラゴンの悟りか、が売ってるんで、あれをね、全員分買いまして、全員ともですね、ドラゴンが、マスターですが、星8まで、言っております。でね、まあ、これね、ダークドレーム前回やった時に、びっくりしたのが、やっぱ2回攻撃で、えげつないの来るから、多分ね、400最低でもないとちょっと耐えられないんで、本当はね、バーバラとか、まあ、ベホマラーのこと考えたら、ちょっと、賢者の方のが、ちょっと MP 消費が少なくなるんで、ちょっと、本当はそっちの方がいいんですけど、HP がね、多分これね、バーバラとかドラゴンにしないとかって多分300いかないと思うんですよ。多分一旦で死んじゃうんで、もうドラゴン、全員ね、HP ちょっと増えるので、ドラゴンでちょっとやってみようかなと思います。でですね、ちょっとびっくりしたんですけど、いつの間にかなんですけど、これ知らなかったんですよ。結構前、昨日ちょっと気づいたんですけど、あのね、これ見てもらったらわかるんですけど、これね、これ山彦の帽子が2個あるんですよ。これね、1回どこで手に入れたかがわかんないんですよね。デスゴッドで1個手に入れたの覚えてるんですよ。で、これ使ってみて分かったんですけど、100% 2回攻撃するんですね。多分 100% だね。で、もう1個どこで手に入れたか分からないんですけど、まあこれでクリアしてから、まあちょっとネタバレ解禁して、ちょっとこうどこで取れたのか調べてみようと思うんですけど、なんか2個あるのね。なので、ですね、1回1回ちょっと入れ替えするときに、バーバラとミレイユをちょっと順番に入れ替えていけば、まあ、やまびこの帽子があるんで、ベホマラー使っても2回ちょっと回復してくれるから、ちょっとドラゴンになって MP がちょっと少なくなっても、いや、ちょっといいんじゃねえかなと思って。ということで、わかんないけど、じゃあ早速ですね、まあ、リベンジ戦ちょっとやっていきたいなと思うんですけども、ちょっとね、これ動画撮る前に、シューってこっち行ったら、ここ扉があったんですよ。これ知ってる？これ宝箱あるんです。これ本当知らなくて、動画撮る前にわーって気づいて、ちょっと開けていいっすか？なんすかこれ？天使のレオタード。ハッサンに装備させようか。ハッサン。ハッサンもうパンパンやないかって。パッツンパッツンになるね。どんな効果なんだろうね。天使のレオタード。行ってみようか。はい。致命的な特技を受けにくくするだって。誰に装備させようか。渡す。女が250。一緒だね。大して変わらないね。あ、ちょっとは変わるのか。プリンセス。まあいいや。まあこのままでいいや。このままでいこう。さあ、ということで、前回ね、もうボッコボコにされてしまったわけですが、さあ、行きましょう。危険な気配がする。行こう！勝とう！今回で行きましょう。さあ、これで今回で僕のドラクエ6が完全終了となるのかちょっとわかんないですけど、まだやれることあんのかな？わかんないけど。さあ、目を閉じて念じてきた。さあ、来ましたよ。ボコボコされましたから、正解。今回は勝つ！勝つぞ！勝つぞ！最近これしか、これ時間があればこれやってからね。さあ、ダークドレアムなり。誰の命を受けぬすべてを無に返すのみ。さあ、行こう。行きましょう。さあ、ということで、まずはこのまま行きましょう。作戦で、まあ、作戦で、全員ね、命令させろということで。で、どうしようか、何が入んのかなっていうのもちょっとあって、勇者もちょっと MP をね、消費したくないんで、ちょっとね、なんかね、聖剣好きがね、結構強かったりするような気がするんですよね、俺。なんか、なんだっけ、AI に任せるようになってから、聖剣好きが結構ダメージ入るから、まあちょっと何が入るのか、前回ね、よくわからんまま終わっちゃったんで、まあ普通にじゃあ一回ちょっとずっとここ、道中で結構強かった、輝く息使ってみるか。で、聖剣付きちょっと一発爆裂。これあれだっけ？凍てつか波動してきたっけ？もう前回なんかもう一方的にやられちゃったから、ヒントすら掴むこともなかったもんね。一回ちょっと爆裂器入れて。んで、
なんか吹雪みたいのが来たような気がするから、フバーハ入れて、でここからだね、ハッスルダンスじゃなくてベホマラーを2回唱えてくれるよね。くれるよね。あ、そう、やまびこの帽子で俺ベホマラー2回使ったことないんだよね。作るといるかな。まあフバーハでいいと。ベホマラーちょっといきましょう。さあということで1戦目1戦目じゃねえわ。さあいきましょう。強い。2回やめて。耐えれるか。オッケー、ナイス、倒れた。輝く雪200か。もう一回いける、いける、いけるよね。おいちょ、よし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 、よかったよ。当たり前だけど、いや考えたらベホマラー使ったことなかったんだ。この文字で。よし、これだいぶ節約できそうだね。33 36、これは明けか。普通に、よし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 、で戦うで、特技で輝く息の方がやっぱいいのかな。ちょ MP ちょっとね、どうなるかわからんから、ちょっと一回ギガスラッシュ、ちょっとスラッシュ入れてみていい？でギガスラッシュ一回入れたらどんだけダメージ入るのかもちょっと見たいし、で特技で、やっぱ普通にここ、輝く息でいいのかな。いいと思うんだけど、ちょっと何が効くのか、もっとダメージ出るやつも見てみたいから、どうしよっかなと、普通に攻めますか。輝く息でいいか。で特技一回ちょっとスクルトかなんかを入れて、ベホマラね、大事にね、いきます。なあ、ちょっともう一回、やばい、死ぬんじゃない。オッケーオッケー、ナイスナイス。あれって今のグランドクロスって物理かな。でもう一回いくよね。これちょっと入れ替えてた方がいいのかな、ちょこ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 。おー、ナイス。いいね、いいね、いいよいいよ、よしよしよし、安定安定。どれが入る。あー強いね。381だ。216、オッケー、悪くないね。一回聖剣好きちょっと入れてみようか。輝く息でスクルトないけども、スクルトで もしかして来るかな。スクルトもう一回入れておきたいね。もう一回ぐらい、ちょっともしはあのなんだっけ、凍結が波動来たらもうやめます。もう強化やめます。お願いします。あー強いな。これ2ターン来たらやばいね。オッケー、ナイス。224、おー、いいね、いいダメージだったね。でも命中率の問題なのか。よし、オッケー、よしよしよし、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいね、いいね、よう、いいんじゃない、いい感じ、いい感じ。ただ MP が、バーバルの MP がそこに持つんかっちゅう話だよね。普通にこれはあれかな、輝く息安定かな。でここら辺でちょっとね、そうなんですよ、ここまで来るとね、全員あの輝く息打てるんですよ、打てるんですよ。輝く息でよかったかな。お、いいかもしれない、いい感じじゃない。よし、オッケー、オッケー、ちょっと入れ替えた方がいいかな。だ問題がもうバーバルの MP が持つかどうかの問題だよね。だからね、ちょ、安定してきたね。いいんじゃないこれ。200、よし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 、もうドラゴン推しなんだけど、ちょっと一回入れ替えましょうか。ちょっとね、入れ替えたいんですよ。 MP もちょっと考えつつ、今度こっちのパーティーで一回、まあいいや、で戦います。で何かなと、輝く息ハッサンだからね、ちょっとね、爆裂剣、普通にあれかな、今のでよかったかな。いや勝ちたいんだ、もう負けた、ここまで来たくないんだ。やばれ、もう嫌なんだ、嫌だっていうか、もうここ結構、ここまで来ると結構さ、敵強いからさ。輝く息で特技で、あーなんかちょっと緊張してきた。ちょっと待って、ベホマラどこ行った。ベホマラ、オッケー。メラゾーマ来たね。灼熱炎、ドン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 、オッケー、いいね、悪くないね、悪くないね。よし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 、いいねいいね。やまびこ、これあれかな、一回入れて一回もう戻した方がいいのかな、一回一回そっちの方がいいかな。強い。あー、ドラゴン頑張ってあげてよかった。
あげてよかった。他でも強いのないよね。急所魔人斬り。いや魔人斬り輝く意義。魔人斬りも強いと思うんだけどね。で特技でベホマラ。オッケー。なんだなんだ。150。これなんだろう今の。さあ67。よし60。ベホマラオッケー。いやこれね、やまびこの帽子2個目は熱いね。熱いね。どこで取ったかわかんねえっつうこの。いいよ、やった、危ねえ。よかったよかった、 MP なんとか持ってくれればいいんだが。 OK OK OK、 いいじゃん。あれやっぱダメだな。ちょっとダメだな。よし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 、いいんじゃないですか、いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。で次どれしよっかなと。普通にもうあれか、輝く息安定かこれね。早く行き安定じゃない。問題があるぞ、こいつがどんだけの HP があるかってことだよね。安定か、これでもうこれが一番か。もうでベホマラーでございます。行きましょう。 OK、 98倍キルト、なんか来たな、2倍になった。凍てつか波動って誰か覚えてたっけ。凍てつか波動誰か覚えてたよね。 OK、 ベホマラー OK、 ナイス。よっしゃ、今んと、いや MP があればね、 MP さえあればちょっと安定はするんだけど。229 OK OK。 おおおいいねいいね、頑張った甲斐があったぜ。よいしょ。で今のパティーンでいいかなと。でミレイユバーバラね、持って、戦う特技。凍てつく波動ってなかったっけ。絶対あれ死ぬよね。凍てつく波動誰か持って、あれ勇者だ、 あれってもしかして勇者じゃないとないのか。凍てつく波動って何だったっけ。凍てつく波動、あれ勇者だったっけ。あ、あったあったあった、凍てつく波動 OK。 で輝く息、輝く息でベホマラーで OK です。お願いします。170191 95。バーバラがあんま食らわなくなってるのがちょっとでかいかな。よし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 、いいんじゃなかろうか。あー、なんか勝てそうな気がする。勝てるよね、大丈夫だよ、勝てるよね。 MP が問題なんだよな。最悪、あでもベホマラーもうちょっと増やしても、ハッスルダンスな、なんだっけ、思った70ぐらいしか回復しなかったんですよ。全員に覚えさせた後に、全員に覚えさせた後なの後に気づいた。あら、そんな回復しねえんだなってことが分かって。よし、オッケー。で、ベホマラー。お願いします。よし、行きましょう。128。どれぐらい、あ、もう、あ、波動来るからもうね、強化やめましょう。やめとこう。メラゾン。あ、3回も攻撃してきやがった。ベホマラーね、オッケー。まあまあいいや、まあいいや。あー勝てそうな気がする、これ勝てんじゃね。ベホマラオッケー。ちょっとね、勇者でもうちょっと攻撃入れたいんですけど、万が一ちょっと MP 足らなくなったら大変なんで、大変なんで、ちょっとそこは一旦ちょっと考えながら、やっていこうかな。ほんとこれが一番ダメージ入るよね。そうだよね、ジゴスパークか、ちょっとね怖い、いや、やめとこう。まだ輝く息でちょっと節約しましょう、まずは。じゃないと何が起こるかわからないんで。成功105 5。お願い勝たせてくれ。オッケー、ナイス。でも輝く息がやばいね。ちょっとこっちも使ってるけど、あれがやばいよね、やばいよね、あっちょやべえな。さあ勝てるか。オッケー、ドン、はいはい、よし、オッケー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 。 MP がちょっときついな、でもよし、ナイス。よしよし、フバーハでもちょっと欲しいかな。ちょっと何があるか分かんないから、ちょっと入れ替えで、障害でございます。トントンと、トントンでこれいきましょうか。で戦う特技、一気一気、ちょっと怖いんでね、ちょっと怖いんでね、ちょっとフバーハだけちょっと入れて、フバーハ入れると全然息がね、ちょっとね、あれもしかして来るかどうかわかんないけど、2回攻撃ちょっとあるかもしれないんで、フバーハのね、フバーハのね、
ギガデイン、おーぶねえ、あぶねえあぶねえあぶねえ、お前勇者ちゃうやろがいっていう。やめて、ギガデインと凍える吹雪みたいなの来たら、カカエクイック来たら終わりだよね。よしよし、ナイスベホマラ、ナイスベホマラ、あー勝てんのかこれ。よし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 、ソフバーハン欲しい。ちょっとやっぱ強化入れようか、怖い。なんか一気に崩れていったら一気に終わってしまうような気がする。ちょっとちょっとすいませんね、ちょっとね、やっぱちょっとウェカスクルト入れさせてください。慎重にしたいからちょっとこれ許して、これ結構許して、マジマジ、いやもうちょっとねクリアしたいんだ、今回で倒したいんだ俺。慎重に行かせてくれ。あと分かんない、後半で何してくるか分かんないじゃん。あの怒涛のさ、ドラクエ4のエビルプリーストだかなんだかいたじゃん、あいつ、あのエスタークのあの色違いみたいな、いたじゃん、あいつ、あれなんだよね。考えてみたら最後なんか4回攻撃ぐらいしてきたでしょ。で何があるか分かんないから、ちょっとね、スクールとベホマラ行きます、行きます。夢がなくなった、あーなくなっちゃったなくなっちゃった、やめっか、やっぱやめっか、余計か、あーこれもったいないかな。でも何が来るか分かんないじゃんこれ、あのベホマラ今ちょっともったいなかったけど、何が来るか分かんないからさ、それ一旦で勝負決まっちゃうからさ。よし、20213、お輝く息強すぎねえか、強いね、 OK ナイス。いやでもフバーハは入れとこう、フバーハ入れとかないと、輝く息フバーハ入れとこう。さあベホマーラがちょっとそろちょっと危なくなっ、ちょっと MP ちょっとやばくなってきたね、そろそろね。ほらね、ほら、いやー危ない、怖ー怖ーい。3ターンやめてくれよ、3ターンは来ないね、3は来ないのか今んとこ。いや分からん、裏ボスやぞ裏ボスや、何があるかが分からない。ちょっとそこら辺をちょっと注意しながら、ちょっとさあメンバーチェンジをそろそろした方が良さそうじゃないか。 OK225 フバーハナイス。ちょっとこれ、あ、待って、ね、フバーハしてから変えても意味ないのか。いやでもちょっと入れ替え、ちょっと待って、トントントンで、ちょっと一回ここで、うわーちょっと MP がちょっと危なくなってきたかもしれんな。輝く息、どうしよっかな、攻撃に回ろうか。でもさ、これさ、同じダメージ出るの結構でかいよねこれね、輝く息ね。でベホマーラー、あ、いきます。さあどうなるかな、あ、まだまだか、HP が、ギガデイン2発来たら終わるね生、うー怖っ。オッケーベホマーラナイス、オッケーそうだね、ハッサン減ってるように見えるけど違うもんねこれね、300、500、よっしゃ、オッケーナイス、よし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 。ちょっとバーバラが、よしこれナイス、もうそろそろ終わってくれんかな、そうは無理ね。ちょっとこれで一回、そうこれで一回ちょこちょこ変えていった方がいいねこれ多分ね。で戦う特技、輝く息でベホマラ、あ、いきます、お願いね。よし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 、そろそろちょっと青さんの回復がちょっときつくなってきたな、回復ちょっときつくなってくるじゃん。 MP がもう終わらない、まだ HP どれぐらいあんだこいつ、あ、なんか終わるだろ、終われよ、そろそろ終わってくれてもか、いやまだか、さすがにまだ無理か。輝く息、いやーやばいな、そろそろ、うわー待ってくれよ、待ってくれ、どうすっかな。ベホマーラいきます、装備これ変えれないもんね、お願いします。やばい、そろそろやばいかなちょっとマジか、効き目がなくなった、あー無駄な、ちょっとベホマラーなんだな、ちょっと、よし、まあ、いい、ナイス、よしよし、600ぐらい与えてんのか、600ぐらい与えてるね。ちょっともうそろそろ一回ちょっとあれかな、よし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 
よし、もうそろそろ終わってもいい。わあ、終わらねえな。終わんねえ。終わらんけども、まだいいね。まだ一回ずつはいけるか。ドラゴンで、こっちね、オッケーで戦う特技。ちょっとそろそろあれかな。そろそろ、いや、まあでもどうなるかわからんから、輝く息でいくか。輝く息ベホマラ、オッケー。もうそろそろ終わりでいいんじゃよ。もう終わりでいいんじゃよ。終わんねえかな。どれぐらいで、うわー、きつい。3回攻撃来たら終わるな。3回攻撃が来たらそろそろ終わってしまいそうな気がするんだが。よし、オッケー、ナイス、山彦。やばい、あとベホマラーが、まあ、最悪あれなんかな。いやー、来い、まだか。こ、来い来い、まだか、まだか、まだ来ない。よし、オッケー。ちょっと、お願いします。もうそろそろ、もういいわ、もうお願い。ドレーマさん、すいません。プロレスラーみたいとか言ってすいませんでした。覆面レスラーみたい。あー、やばい、ちょっと、すいません、ドレーマさん、覆面レスラーとか言っちゃってすいませんでした。もうそろそろ、もう大丈夫っす。やばい、やばい、そろそろ、オッケー、ナイス。終わるだろ。終わらないのか。終わ、よし、来い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 、終わり、終わり、終わり、終わらん、終わんねえ。マジか、どうすっか。でも回復埋まった。ね、ちょっとどうしたらいい、どうしたらいい。待て、焦るな。まずはポンポンポンで、ポン、ちょ、待った、違うな、戦う、うーい。ちょっと待った、ちょっと、まずいね。トントン、トン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 、オッケー、いけます。戦う特技、どうしよっかなー。特技、ザオリクじゃなくて、もう負けたくない。いきます。バーバラにして、オッケーでね。で、戦いますんで、戦う。一応、生き返らせよう。生き返らせないとダメだ。生き返らせなくていいのか。特技、MP こっち残ってるから。いやー、ザオリクで一回生き返らせて、特技でベホマラで、オッケー。やめて、嘘でしょ、マジか。耐えて、お願い、耐えろ、耐えた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 、オッケーオッケー、危ねえ危ねえ危ねえ、危ない、危ない、あっぶねえ、やばい、 MP がなくなってきた。ちょっとちょっとちょっと、ザオリク、オッケー、ナイス。よーし、よし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 、もう終わってもいいんじゃよ。で、こっからだ、入れ替えだ、最後らへんだと思って、なんかポンポンポン、オッケーで戦う。よっしゃ、もうちょっと、もう仕方ない。ちょっと輝く一騎、輝く一騎、ベホマーラ、 MP が足りない、 MP が足りないって。じゃあやばい、ちょっと緊急事態だ。ちょっとちょっと、もうちょっと火力出せよかったか。ちょっと失敗したな。もうちょっと爪畳みかけてよかったか。お願い、やばい、ちょっと待った、いやー、失敗したかな。やばい、バーバラが、だ、やめてよ、バーバラやめてよ。オッケー、よしよし、もう、もういい、もうごめんなさい、もう大丈夫っす、もう大丈夫っす、もうドレームさん大丈夫っす、もうすいません、もう覆面レスラーとか言ってすいませんでした。ほんとマジすいませんでした。覆面レスラーとか言ってすいませんでした。もう終わってください、もう大丈夫っす。オッケー、オッケー、ナイス。いやー、これ入れ替え、よし、これはもう必殺の、じゃあ、まあいいや、トントントン、まあ、無理だな、ベホマラ持ってるもんね。ベホマラ持ちがいないけど、テリー入れて、どうしましょうかね。戦う特技、やばい、ちょっとやばいぞこれ。で、特技でベホマラ入れて、特技で輝く、オッケーオッケー、一手塚波動来たくんで、来た後にナイス、よし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 、404、もういいよ、もう大丈夫でゲス、大丈夫でゲス、もう大丈夫、お願いお願い、輝く息、オッケー、よし、もういいんじゃない。
嘘でしょ。ベホマーラ、オッケー、よし、オッケー。ちょっとあれか、もうちょっと攻めてもよかったか。 MP が切れてしまった。何が来るの？オッケー、ナイス、よし、仕方ない、よしよし、お願い、もう終わってくれ、いい、お願い、もうこれどんだけ MP なんだこいつ。お願い、お願いします、お願いします、お願いします、もうマジか、よし、よっしゃよーし、来た、あぶねえよし、来た、あー終わった、あー僕のドラクエ6という名の青春が、まさかこの私が敗れるとは。しかも何者にもこの私は息の根を止めることはできる。どういうことだ。私は破壊と殺クリックの神ダークドレアム、私を滅ぼしたければもっともっと強くなることだな。うん、私との戦いに23ターンもかかっているようでは、真の私を任した、なんだこのターンって、まあ、ドラクエ3のあれちょっと待って、ま、なんかあんの。私はいつもここに待っているぞ。マジかこれ、これ何、なんかエンド的なものも何もないの。嘘だろ、嘘だろ、何もないのこれ、嘘だろ。なんか、これ20何ターンでやんなきゃいけないってこと。いや無理だわそれ、おかわりは、おかわりは無理だわ、もうボロボロやから。いやー、さあということで、嘘だろ、いやー何これ、23ターンってことは何、またなんかなんだっけ、神竜って何ターンだったっけ、10ターンだったっけ、20ターンだったっけ。まだまだあれだ、ちょっとこれは調べられないな、ちょっと。ということで、どうしましょう、狙えます。まあ一応ですね、まあ倒せたということで、お疲れ様でした。よろしければチャンネル登録、そして高評価の方もお願いしますね。それでは皆さん。